はい、どうもゆうくんです。今回もいろんな車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。はい、ということで、今回紹介する車はこちら、ダイハツハイゼットデッキ版でございます。はい、で、この、ハイゼットの、デッキ版っていう車も、歴史の長い車なんですけど、見た目の通り、軽バンと、軽トラの、いいところ乗りをしたそういう、車となります。で、見た目もですね、なんか、ちょっと変わった見た目ですし、あとはね、こう見えて、結構実用性も、高いということなので、根強い人気の車となります。はい、で、カタログ的には、レジャー向けの、車かなと、思う方も、いると思うんですけど、こう見えて、4ナンバーの商用車と、なります。やっぱり仕事で、使ってもいいし、あとは遊びとかでも、ガンガン使える、そういう車となっております。で、やっぱりもともとはですね、商店街の電気屋さんとか、あとはガス屋さんとか、そういった業種向けに、作られた、車だということらしいです。魅力としましては、やっぱりね、キャンプとか、釣りとかね、そういうシーンで、荷室部分が、オープンになっているので、そのまま、濡れたものとか、汚れたものを、そのまま詰めるっていうのが、魅力の一つかなと思います。あと、上級グレードとなりますと、結構ね、いろんな色がありますので、家族の、レジャー向けの、車として、使ったりするのもいいんじゃないかなと思います。こうなんか荷室が、開けてるってことで、このようにね、性能高い荷物とかも、余裕で詰める感じになってます。で、荷台にね、何もないので、濡れたものとか、ね、汚れたものを、そのまま、ボンと詰める感じになってます。で、それでいて4人、しっかり、乗れるっていうか、そういう感じになってます。この部分、軽トラですので、荷物固定するため の, フックを取り付けるナットとか、そういうのも、ちゃんとついております。で、あとスライドドアもね、結構ね、開口幅ありますので、乗り降りも割としやすい感じになっております。上級の、デッキ版 GL とかになりますと、なんとかハイゼットの、リミテッドみたいな、フロントマスクになってもったりとかしますし、あとは、前車、デュアルエアバッグが、つきます。で、あとは、オーディオレスも選べたりとか、あとはGL と G のグレードですと、CD デッキがつくということになっております。で、標準の、デッキ版ですと、スピーカー内蔵の、AM FM ラジオが装備されるということになっております。で、上級グレードになりますと、キーレスエントリーにも対応してます。あとは、スモークガラスだったり、あとは、ホイールキャップ付きの、スチールホイールだったりとかしますし、あとはですね、最上級の、GL となりますと、メッキグリルだったり、あとは、トップシェードガラス、あとは、インテリアも、シルバーメーターと、センタークラスターがついたりとかね、します。要はやっぱりハイゼットの、リミテッド仕様と同じ感じの、装備となりますし、あとはサビ保証もね、標準より、長い感じに、なってまして、ボディ外板の穴あきサビ保証が5年で、ボディ外板の表面サビ保証が、3年っていう感じになっております。
して、グレードが、デッキ版 GL でデッキ版 G そしてデッキ版となります。で、前者、2駆、パートタイム4駆マニュアルオートマの、ラインナップがあります。で、まあ、ボディカラーもね、前者共通などなのが、この、ブラック、シルバー、ホワイトの、3色なんですけど、最上級の、デッキ版 GL になりますと、これに、まあ、明るめの、5色が、加わるってことになりますので、まあ、トータル的に見ると、非常に、カラフルな、車だなということが、わかります。で、隣には主要装備の、一覧表が載ってます。で、裏表紙には主要諸元表が載ってます。はい、ということで、今回は、ハイゼットの、デッキ版について、紹介しました。はい、やっぱりこの車も、まあ、仕事でも、遊びでも、まあ、日常の、まあ、いろんなシーンで、大活躍してくれる、車と、なります。カタログの内容と、話の内容、異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。また、ところどころ、お聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。チャンネル登録そして Twitter のフォローも、ぜひぜひよろしくお願いします。また、サブチャンネル的な要素も含めた、ゆうくんパークというチャンネルも運営しておりますので、そちらもよろしくお願いします。で、メインチャンネルなんですけど、基本休み休み動画の方配信していきたいと思っております。で、たまに長い休みとか取ることがあると思うんですけど、その場合は前もって皆様にお知らせします。あと、Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。で、ゆうくんパークのリンクと、Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。